っとね録画しながら、まあ、やっていきたいと思います。で、まあ、このね本体でも、この画面を録画することができますので、画面じゃないな、この配信しているものをおそらくね、録画できるものになってますね。まあ、これもちょっと録画しとこうかな。負荷がかかるかもしれないけど、ちょっと録画していきます。はい、まあ、こんな形で今ね、録画開始されてます。はい、でこのね、オーバーレイというものがあってですね、まあ、ここに、まあ、例えば、まあ後からね、開封しますけど、このね上に、今日開封するニコンのね、ニッコール Z85mm F1.2 というね、まあ、こういう表示がね、まあ、できたりだとか、はい、あとはまあいろいろとこう、途中でね、まあ、セットアップしたい場合は、まあ、これね、セットアップしているよということをね、まあ、表示させたりだとか、はい、まあいろいろと、まあ、後ほどね YouTube の動画の、作例だとかをね、まあ、紹介するために、まあ、こういうね表示をできこういう表示がね、まあ、できたりもします。はい、まあいろいろとね重ねて、表示させることができるよということになってます。これを使ってるのかな。はい、そう、まあいろいろとこういうことができたりだとか、あとはこれズームにもね対応してますので、ここでね、コンタクトタイマーかな、はい、まあ、こういったタイマーを表示させることができます。はい、タイマー、うん、こうやってね、表示させることができるんで、まあ、例えばまあ、ズームを使ってね、まあ、講座だとか、はい、まあ、そういった時の、まあ、グループワークだとかで、こういったことがねできるよということになりますね。まあ、例えば3分なら3分とかで、グループワークして、まあ、それで終了するよというね画面表示になっています。はい、まあ、本当にいろんなことができるので、オーバーレイだけでも、まあ、このね写真を追加したりだとか、あとこのね、まあ、テロップというか、タイトルとかね、はい、入れるものがあったりだとか、あと、まあ、タイマーやったから、あとこのタイトルね、まあ、少ないけど、はい、まあ、こういった、タイトルプラス、あとね、このロゴも入れることがね、できるみたいなので、はい、ここをまあロゴを足してあげれば、はい、入れることができますね。はい、あと、この URL 入れるとインターネットのね表示ができるみたいなんですけど、これ試したんですけどちょっとねうまく表示されないです。真っ白の、ね、状態になったままサイトがね表示されなかったので、ちょっとこれはまあ使えないかなと思ってます。はい、ちょっとこれタイマー邪魔か。はい、まあ、こんな形でまずね、オーバーレイがこういったことができるよということになっています。で次が、はい、こちらね、オーディオミキサーということで、各、まあ、カメラのね、まあ、音だとか、外部に入れた外部のマイクをね、音入れたりだとか、まあ、それぞれねできるようになっています。でまず今ねメインで撮っているのが、S5 Mark II なんですけど、まあ、こちらに、タスカムの、ポータキャプチャー X6 をつないで、さらに、MK600 つないだ音声が今の、はい、メインの音声となっております。はい、でこのね、HDMI の2っていうのが、ここのね上から撮っている、Z30、はい、まあ、こちらの音声もオンにすれば入れることができます。はい、であとですね、まあ、こっち側に、LINE インがあるんですけど、でこれパソコンからとか、あとは、AirPod じゃないな、iPod だとか、はい、そういったその音楽ね、再生できるものがあれば、ここからね、まあ、音を入れることができます。でただですね、合わせてこの外部のマイクね、接続することができるんですけど、まあその同時にね、使うことがどうもできないっぽいので、まあLINE インから、例えば、ヤマハのね、AG03 Mark II とか、はい、そのあたりね、使えば、
まあいろんなことをね、まあ、またさらに揺れることができるんじゃないかなと思います。はい。で今はそのパソコンからね音を入れるのがちょっと、まあ、面倒くさかったので、一つのねこのローカルビデオの中に音を入れてですね、まあ、これをループさせて音楽ね流しています。はい。まあ、なのでこのねローカルビデオ1っていう音を活かして今ねバックミュージックを流しているよということになりますね。はい。まあ、こういったことができるようになっています。はい。で次が、まあ、先ほどね録画開始、今ねこの配信している録画を、まあ、してるんですけど、まあ、ここでねスタートレコードというところねチェック入れるとこのね内部というか SD カードね挿してるんで SD カードにフル HD で録画ねされるようになります。はい。であとは次がまあオートのねスイッチャーをしてくれるよということで、まあ、一定時間ね経ったら、まあ、自動的に、まあ、1カメ、まあ、2カメ、3カメという感じで切り替えられるように、まあ、なっているよということになっています。はい。であとは、まあそれぞれ、まあ、いろんなねセッティングがあるので、まあ、この中でできることが、まあ、あるんですけど、まあ、ここはねちょっと割愛したいんですが、このね一番下のノイズリダクションというものがねありまして、はい、こちらをね、使うことで結構その音がね、クリアになります。でこのね、インストリームの、この機材自体がね、ファンが回ってますので結構そのファンの音がね、するんですけど、まあ、そのあたりのファンの音もこのね、ノイズリダクションをすることで、まあ、なくすことができるということになっています。はい。まあざっくりね、こういった機材になっているよということになりますね。はい。はい。まあなのでね、こういうふうに、まあ、2画面にしてですね、配信できるっていうのも、まあ、いいと思いますし、あとは、まあ、この機材のね、まあ、特徴的なところを言いますと、まあ基本的にはね、スマートフォン、はい、インスタグラムの、インスタライブっていうのは、基本ね、スマートフォンの内蔵カメラを使って配信ねするかと思うんですけど、まあ、それだと、まあ、やっぱね、まあ、画質の部分がちょっと悪かったりだとかで、あと、まあ、こういったねスイッチャー機能ももちろんないですし、まあ、先ほどのね、まあ、ここのねオーバーレイみたいな上にねいろいろとこう、画像だとかをね載せていくっていうこともまあできないので、まあ、そういったことが、まあ、できるようになってます。まあ、なので、このね、この機材一つで、まあ、スマートフォンと同じような、まあ、ことができたりだとか、あとは、まあ、スイッチャーとしても使えるし、まあ、ライブストリーミングデバイスというものでも使えるし、あとは、オーディオミキサーですね。オーディオミキサーの機能があったりだとか、で、さらに、これは、SIM カードもね、入るようになってますので、まあ、これ1台で外に持って行って、まあカメラがね、まあ、必要になりますけど、まあ、外でもね、配信できるよというものになっています。まあ、なのでね、まあ、何かしら、SIM カード入れてしまえば、はい、外でも配信できるよということになりますね。まあ、ざっくりそんな感じかな。はい。まあ、なので、まあ、一通りね、ご紹介させていただきましたので、ちょっとね、今から、このね、本日発売の、はい、ニコール Z85mmF1.2 の、開封をね、していきたいなというふうに思います。はい。よし。ちょっとね、バタバタ。しちゃうかもしれないですけど、これねちょっとぼかしますね。はい。よし。はい。よいしょ。カメラはこの辺かな。うん。はい。
まあ、こうした方がいいか。一応ね、縦動画に特化した、ものになってるんで、まあ、こういう形で、はい、こっちの方がいいか。まあ私いらないよね。はい。はい、まあ、こんな形でね、本日発売の、ニッコル Z85mmF1.2、取りに行ってきました。はい、まあ、まだね、全く開封してなくて、レビュー動画はね、まあ、先に先行で、まあ、アップさせていただきましたけど、はい、まあいろいろとね、2つ動画、撮ってますので、まあ、例えば1つ目のね動画、はい、こちらのね、スタイリストさんの、まあ、動画を撮ったりだとか、あとは、このね、かえりちゃんの、これは淀水路の、河津桜ですね、はい、これを撮って、昨年ね、まあ、インスタグラムの方にもアップしてますので、よかったらね、そちらもご覧ください。はい、ということで、まあ、もったいぶっても仕方ないので、ちょっとね、開封していきたいと思いますけど、結構ねこれこうするとギリいけるか。はい、ちょっとこれでね、開封していきたいと思います。はい、まあ全然多分今見てないかな、一人だけ見てる感じかな。はい、まあまたアーカイブというか多分残ったビデオを見ていただけるかなというところで、開封ねしていきたいと思います。はい、いやーこのね 85mmF1.2、 まあ私もね、まあ最初はこう買うのね、悩んでいたんですよ。でやっぱりちょっとこっちの画面にしようか。はい、まあやっぱりですね、85mm っていう画角自体は動画はね結構まあ難しい領域にね入ってくるの で特にその人物撮ったりだとかする場合っていうのは、まあ、結構ね、離れて、まあ、撮らなきゃいけなくなったりだとかするので、まあ難しいんですけど、ただやっぱりねこの 85mm でさらに F1.2 でしかね、まあ、得られない、まあ、映像、はい、がありますので、まあそこがね、まあすごく魅力的で、購入しました。はい、でまあ映像のね一つのまあ武器として、活用できるかなというところもねあったので、まあこちらね、導入しました。あとは、まあやっぱりね写真もポートレートのね、まあ、写真だとかもね私も撮っていきたいなというふうに思ってますので、まあそういう意味でもまあこれをね、購入した方がいいかなというところで、まあ、今回導入を決めました。はい、ということでね、開けていきます。まあ、先行で、使わせていただいたので、中身はね、知ってはいるんですけど、こっちにしようか。こっち。はい。ね。で、まずは、レンズポーチですね。全く私ね、これまでいろんなレンズ、買いましたけど、全くこれね、使ったことないです。はい。で、まあ、取説と、まあ、保証書ね入ってるんですが、もう先ね抜きました。はい、でここね、開けていくと、今回ね結構入れ方が変わってるというか、ちょっとねこれまでの、梱包の内容と違う感じかな。はい、まあ、生産拠点がね今回タイではないみたいなので、まあそういうところも関係あるかもしれないです。でね、これがね、結構、なんか、くぼみとかね、作ってくれてたら取りやすいんですけど、はい、まあこれね、まず、クッション材が入ってて、まあこれがね、本体。はい。まあこんな感じで、まあほんと極太のレンズになってますね。よいしょ。もう手がベタベタするから嫌なんだけど、ちょっと下を置いていこうかな。はいはい、じゃあね、フォーカスちゃん来ないかな。フォーカスちゃん来ないな。フォーカス来てないね。黒
黒がねやっぱ厳しいんですよね。あ、来たかな、いいかな、はいはい、こちらがね 85mmF1.2 のレンズになります。この辺かな、位置は。はい、でまあこんだけね、まあ、極太のレンズにはなってはいるんですけど、まあ、フィルター径は、82mm ということになっています。はい、まあ、こんな感じでね、今ライトの、はい、ライトが当たって、まあ、いい感じでキラッと、まあ、光ってますけど、まあ、こういうね、まあ、大口径のレンズで、まあ、おそらくねこのもうガラスの塊が、まあ、非常に重いんだと思います。はい、でまあここのね、何ていうかな、この 82mm にあえてしたかったのか、まあ、こういうね形状になってるんですけど、ただねこの、でかくするんじゃなくて、まあ、こう内側に入り込んだ形にしてるっていうのが、まあ、とても良くてですね、でそれっていうのがフィルターですね。結構こういったそのポートレート向けのねレンズっていうのはいろんな、まあ、フィルター、はい、まあ、私がよく使うので言うとホワイトミストだとか、まあ、ブラックプロミストだとか、あとは結構そのまあ、プリズム系か、はい、の、まあ、フィルターがあったりだとか、まあ、フィルターをね、活用して撮影するっていうことも、まあ、あると思いますので、まあ、そういう意味ではね、この内側に入っているっていうのはすごくいいかなと思いました。であとND フィルターで可変のね ND フィルターをつけても、まあ、つけたとしても、このね外側のフードが、つけることがねできるようになっているっていうところも、とてもね魅力的なレンズだなというふうに思います。はい、まあ、なのでちょっとねフード出しましょうか。はいはい、でフォーカス来たかな。おー迷うね、結構明るくした方がいいんかな。ちょっと ISO 感度迷うね、結構暗い ISO 感度上げようか。これだったらいけるかな。これでも迷う、これでも迷うね。ちょっと、ISO オートにします。これやったら迷わないかな。はい、じゃあ、ISO オートにしたから、フォーカスに合っているかと思いますけど、まあ、この側と、まあ、どこに合わせたらいいかっていうのはね分かんないのかもしれないですね。はい、で、こういうね、まあ、二重構造みたいな感じになってて、ここにフードが入ってる感じですね。はい、なんか、うん、ちょっと変わった梱包の仕方というか今までにない形ですね。はい、これねだからまた戻す時どうしたらいいんだろうって思うかもしれないです、まあ、こういう感じでよいしょ。ちょっとカサカサ音がうるさかったらごめんなさい。はい、まあこんな感じですね。はい、ちょっと戻しておいて、あ、でもこのあれだ、これうるさいよね。まあいっか、この上に袋入れようか。はい、すいません。これを入れて。こんな感じかな。まあもうほぼほぼもう出さないので、まあ、このままね、しまっておきたいと思います。はい、あとそうだな、今このカメラはCPL フィルターもね、使ってるんでニコン純正の、まあ、だからちょっとね合いづらいかもしれないですね。はい、で、このフード、はい、このフードが、どこだ、どこが上、あ、ここね、
はい、まあ、こういう感じになります。で、見えるかな、まあ、かなりその外側にねフードが来てるので、はい、中にあるのは難しいかな、うん、中にあるのは難しいかも、うん、まあ外側に来てるんで、まあだからこそ、ND フィルターがね、つけた状態でもこのフードがつけられるよということになりますね。はい、まあここがすごくいいです。まあただね、可変するときこう中に入れて、可変させていかなきゃいけないので、まあ、そこがねちょっとやりにくいんですが、まあでもね指は届かなくはないので、まあ全然まあやれるかなというふうには思いますね。はい、まあこんな形になります。やっぱねこのフードをつけると、まあ、相当やっぱりね大きく感じますね。はい、まあフードなかったら別にそんなに大きくはね、まあ、感じないんですけど、やっぱりこのフードをつけると存在感がねすごく、まあ、増すような感じですかね。はい、こっちか、こっち、うん、こんな感じね、はい、になってます。はい、ということで、まあ、ちょっとね、まあ Z9 の方につけてみようかな。はい、一応ね、まあ、ここにご用意しておりましたので、こっちか、はい、まあ、このねこっちの画面に切り替えて、はい、まあ、Z9 の方も、まあ、ちょっと準備しておいたので結構暗い感じかな。はい、うん、ちょっと暗めになってるかもしれないけど、まあ、こっちのね画面もちゃんと見れると思いますので、まあ、今からちょっとね、Z9 につけてみたいと思います。はい、まあほんとね、もうギリギリまでねレンズが来てる感じですよね。よいしょ、はい、まあスムーズです。よいしょ、ちょっと引っ掛けるできないこというところか。はい、で一通りちゃんと動いてるよね大丈夫だよね。はい、はい、まあ、Z9 ねつけるとこっちの画面の方がいいか。はい、まあ、Z9 ねつけるとこんな感じになります。もう本当にね存在感がありすぎるので、まあなかなかこれねカメラ向けられるとおっとねなる感じするかもしれないです。で、まあ、先日そのスタイリストさんのね、まあ、動画撮ってた時はちゃんとね許可取って撮ってたので、まあ、全然その辺は問題なかったんですけど、まあ、これをね構えられると、え、何何みたいな、はい、感じで取材ですかみたいな感じで、まあ、言われたんですけど、まあもう本当に存在感が大きいですよね。はい、まあでもねやっぱりこのカメラで撮ってもらえるっていうね、まあ、喜びが、まあ、出たりだとかも、まあ、あるかと思いますので、まあ本当に私にとってもですねめちゃくちゃ気に入ってる、カメラとレンズになりますね。まあ、今後は、まあ、ポートレートの、まあ、動画も、写真もどんどんね、撮っていきたいと思います。はい、軽くねこっち表示させたいとは思いますけど、これ表示どうなってたかな。はい、ちょっとこっちの画面にしようか。はい、ちょっとお見せしたいとは思いますけど、分かりやすいのはここかな。ちょっとね最短撮影距離がまあまあ、いくつかな、この裏に書いてあったっけ、分かんない。最短撮影距離が書いてないか、どこに書いてあるんだろう、書いてなかったか、この中かな、いや書いてないねうん、まあちょっとね離れないと合わないですね。ちょっとよいしょ、ここでもうそこ厳しいか、まあまあね離れないと厳しいかも。ここでギリ、あ、結構ね汚いな
ちょっと変えますね。こっちに切り替えたらいけるか。はい。はい、こちらが Z9 の映像、Z9 プラス 85mm ですね。これにちょっと切り替えようかな。はい。で、最短撮影距離が、1メートル弱だったかと思いますけど、まあこんな感じで、ちょっとね、スイッチャーにホコリがついてるのが嫌ですけど、はい、まあこんな感じになりますね。はい、これが今、F1.2 になってますね。はい。ちょっとホコリがすごいけど、まあこんな感じになってて、で、マニュアルフォーカスで、ちょっとね、あえてぼかしましょうか。はい、まあぼかすとこんな感じ。で、今 F1.2 ではあるんですけど、まあそれでも結構まん丸ですよね。まあちょっと縁の方に行くとこうね、レモン型になってくるよという感じになりますね。はい、まあ、ここら辺が分かりやすいかな。はい、でもね、縁の方行くとレモン型になります。はい、で F1.2 からこっからね、2ぐらいまでちょっと F1 で変えてみましょうか。こっちだ。はい、こっから今 F1.4、 はい、で F1.6、 F1.8、 あ、もうだいぶね、まん丸になってきてますね。はい、で F2 で、 F2 になるとほぼほぼね、あの縁に行っても、楕円になってないと、いう感じですね。ちゃんと、丸ボケになるよということになりますね。いや、めちゃくちゃいいですね。はい、でもう一回ね、 F1.2 にすると、まあこんな感じでレモン型の、まあ、ボケに、まあ、縁の方はレモン型になるよということになりますね。はい、で F2、 うん、まあいいですね。まあこの辺ね、まあ丸、もうまん丸がいいという方は、こっちね、 F2 まで絞った方がいいかもしれないですね。で、あと、まあ、F1.8 のレンズと比べてもですね、まあ、F 値は同じにしたとしても、結構ね、こっち、F1.2 のね、レンズの方が、ボケるみたいなので、はい、まあ、そういったところも、特徴的かなというふうに思います。これちょっとフリッカーがね、ちょっと出てますね。はい。っていう感じで、はい。そうだ、こっちにしようか。はい、ということでですね、試してみましたけど、いかがだったでしょうか。まあ、誰もね見てないかな。はい、まあ、こういう形で、最初にねお伝えした、よいしょ、見えるかな。はい、こっちに変えようか。まずね、最初にご紹介させていただいた、まあ、今回ね、配信で使っている機材が、このね、ユロライブさんから提供いただきまして、インストリームというね、機材を使って今回配信を行っています。はい。で、本日ね、発売でありました、よいしょ。ニッコール Z85mmF1.2、 まあ、こちらもね、ちょっと開封しながらお伝えねさせていただきました。ワイプが出てるね、これね。で、左右がちょっと違うのかな。うん、左右違ってる、こっち、ああ大丈夫か。うん、はい、という形でちょっとねご紹介させていただきましたけど、まあ、今回は、まあ、とりあえずね、試しに配信をしてみたかったので、まあこれねやってみましたけど、まあ今後はちゃんとねこれをまあ活用していきながら、たまにね配信していけたらなというふうに思います。あと、まあこの、インストリーム、この機材なんですけど、まあやっぱりね最終的には YouTube にね対応してほしいかなというふうに思ってます。今のところ、このね Instagram と TikTok と、Zoom、はい、ズームどう使うんかなっていう感じはあるんですけど、まあ、セミナーとかでね使えるので、まあ、ありだとは思うんですけど、まあ、そのね使い道があるっていう部分と、あとは Facebook、はい、でもう一つは動画編集ソフトの、キャップカット、は
はい、まあ、これらね、今5つ対応してまして、まあ、今後ねこれアップデートでどんどんされていくかとは思うんですけど、はい、まあ、そういう形で、まあ、今後もね、アップデートがあって YouTube に対応してくれたらなというふうに思ってはいるんですけど、ちょっとまだね、今のところ分かんないです。はい、まあ、なので、まあ、特にそのインスタグラマーとかね、そういった方には、まあ、すごく、合っている機材だと思いますので、まあ、より、高画質に、まあ、より高音質に、配信ね、されたい方は、このね、まあ、お高いですよ。はい、通常の販売価格が16万5千円ということで、今、システム5さんは、若干ね安くなってたので15万円弱で、買えるようにね、まあ、なってました。まあ、なので、まあ、ちょっとそのね為替の関係で若干ね上下するかもしれないんですけど、まあ、それぐらいの、まあ、まあまあ高い機材ではあるんですけど、まあ、あの一つこのねこれ一つで、まあ、ここまでのねいろんなことができるようになるというところは、まあ、とてもね魅力的な機材なんじゃないかなというふうに思います。はい、ということで、まあ、ちょっとね切りが良さそうなので、まあ、ここで、ね、まあ、終了させていただきたいなというふうに思います。まあ、またいろいろと、まあ、最近ね全然お会いできてない方々にもね、まあ、お会いしたいと思っているので、またね、お声掛けいただけたらなというふうに思いますし、私からもね、お声掛けさせていただきますので、まあ、よかったらね、お茶でもご飯でもしに行きましょう。はい、ということでフリースタイルムービーの岩本明でした。で、今回の提供は、ヨロライブさんから、提供ということで、今回のね、このインストリームを使って配信させていただきました。はい、ご清聴ありがとうございました。